どうも、ノイサツロです。今日は、カゴ釣りの仕掛けの紹介です。この動画を見れば、これからカゴ釣りを始めたいっていう人にはもちろん、すでにカゴ釣りをしている人にとっても、非常に参考になる動画になるので、ぜひともご覧ください。まずおさらいですが、天秤の下につけるのが仕掛けということで、今回はその仕掛けの紹介をしていきたいと思います。今回紹介するのはこちら。山下の深瀬釣りマダイというものです。まず基本的な特徴としましては、全長が6メートルございます。針がマダイ10号で、ハリスが4号となっています。では一つずつ見ていきましょう。まず全長が6メートルということで、すごい長いです。基本的には4メートル程度の仕掛けを使うことが多いので、それと比べると2メートル長いということになります。この仕掛けの全長なんですけれども、4メートルが目安だと考えています。なぜかというと、6メートルになってしまうとかなり仕掛けが長くなってしまうので、竿とのバランスを考えて、魚がかかった時引き上げるのがすごい大変になってしまうんですね。基本的には釣り竿5メーター20センチの釣り竿を使うと思うんですけれども、そうすると全長6メートルだとかなり長くなってしまうので、上げるのがすごい大変になってしまうので、基本的には4メートル程度を使うんですが、6メートルということで、まあ、魚、マダイにとっては、まあ、警戒されづらいということで、まあ、釣果はちょっと上がるかもしれないんですけど、取り込みとかが少し難しくなってしまうっていう可能性がございます。で、2つ目なんですけれども、針がマダイ10号ということで、こちらご覧ください。このように見てみると、一見するとちょっとでかいなって思うと思います。その通りで、どちらかというと、マダイ15ぐらいになっちゃうと、マダイ、本当に食ってくれるのかなっていうのはちょっと疑問です。なんかちょっと大きいので、どちらかというと、ソーダガツオ、丸ソーダだったり、平ソーダ、あとはシイラだったり、サバだったり、アジとかも対応できるような、どっちかって青物も大丈夫のようなぐらいの大きさの針で、なかなか大きい針だなっていう印象です。で、最後に針数4号ということで、こちらフロロカーボンハリスということで、かなり丈夫でしっかりしたハリスとなっています。ただ4号というのがちょっと疑問に思っておりまして、マダイ狙っている人だと 2.5 号とか3号程度を使う人が多いので、4号ってなるとやっぱりどっちかというと青物向けなんではないかなという印象です。以上で山下の深瀬釣りマダイの仕掛けの紹介となります。全長6メートルで取り組みが難しいんですが、魚には警戒されにくいかもしれません。ハリスがマダイ10号なんですが、思ったよりかも大きいです。なので、青物に向いてるかもしれません。最後にハリス4号ということで、4号あれば青物でも十分大丈夫なので、どちらかというと、マダイも青物もどっちもいけるような仕掛けになっていると思います。以上で、紹介を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またねー。